はい。皆さん、こんにちは。バーチャルクルフィーです。では、今回は、綺麗な場合、アクシズの脅威部位、英語がブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はグレーニー軍を討伐しましたので、今回はいよいよハマーンのアクシズへと攻め込んでいきましょう。早速、特別作戦を発動します。アクシズ制圧作戦です。これより我が軍は、宇宙要塞アクシズに対する攻略作戦を開始する。地球圏を混乱に陥れたハマーンを打倒するため、あと少し諸君らの力を貸してもらいたい。健闘に期待する。宇宙要塞アクシズ。この小惑星はアステロイドベルトから地球圏に帰還して以来、ハマーン艦の牙城として君臨してきた。しかし地球降下作戦の失敗やグレニートとの反乱はその戦力を確実に衰えさせた。ティターンズとの戦いによって疲弊したエウーノはこの小惑星を制圧できるのか。地球圏を二分したエウーノとアクシズの戦いは最後の山場を迎えようとしていた。部隊送り込んでいきましょう。もうすでにですね、量産機もすべてグスタフ・カール、あるいはシュツルム・ディアス、さらにアムロもニューガンダム、カミーユはペーネロペー、ジュドーはクシーガンダムと、もう圧倒的なオーバーテクノロジーユニットを投入するので、まあ、サクサクっと攻略を進めていきたいと思います。ウーゴ51、アクシズ81という、まあ、ユニット差、戦力差はあるんですが、干渉できると思います。敵エリアに侵入しました。さすがの敵の数ですけどね。やっぱり、アムロ、まあ、さらには、カミーユ、ジュドーといったところの、最新モビルスーツがあれば圧勝ですよね。では、時間を進めていきます。ユウ君、君の敵と感じ合うセンスは、良いパイロットになれる証拠だ。アムロさんも、いるんですか？いや、僕の二の舞だけは踏むんじゃない。敵と感じ合うことが悲劇を生むこともある。気をつけるんだ。はい。素直なカミーユでしたね。カミーユはやっぱり反抗的な一面が、個人的には印象に残ってるんですけど、非常に素直なカミーユでした。俺は自動アースだ。あんたがカミーユさんかい？君が柔道か。三英傑が揃うと会話のイベントも面白いですよね。俺の周りに宇宙がある。いや、錯覚だよな。そんなバカなこと。どうしたんだい？なんでもない。よろしく頼むよ、カミーユさん。ではここから本格的な交戦状態に入っています。しっかり敵を潰していきましょう。柔道。戦争を終わらせてリーナを迎えに行かなきゃな。まだ早い。ここは回ですね。戦いってのは臆病なぐらいがちょうどいいんだ。覚えておくんだな。勇敢ダムは伊達じゃない。そしてアムロ。フィンファンネルはまだついていませんけど、まあ、すでに勇敢ダムに乗っています。続いて、カミー。では、こんなヨーロで敵を撃破していきます。こんなことで人間が死ぬなんて間違っている。これでアクシズ軍は壊滅です。ハマーンは前哨戦で倒していたので、このアクシズの防衛戦に出てくることなく、完全に滅亡という状態に持ち込めました。このままネオジオンのシャウトの戦いに入っていきます。緊急事態です。全世界に向けて放送が行われています。かつてクワトロバジーナと名を変え、エウーゴの一員として戦ったシャア・アズナブル。激戦の最中行方不明となった彼はネオジオンの総帥として
再び人々の前に姿を現した。シャアは父ジオンズム大君の理想を掲げることでネオジオンに対する民衆の支持を集め戦力を急速に増強したのである。その勢力拡大は混迷の続く地球圏に何をもたらすのか。戦局は大きな転換点を迎えようとしていた。ネオジオンはサイドワンスイートウォーターを本拠地とし周辺空域を制圧しました。シャア、我々と共に戦った男がどうして我々と戦わねばならんのだ。ウォンリー様より重大なお話があるとのことです。回線を回します。ウレックス、最近の英雄は少したるんでいるのではないかね。私が浮ついた連中を鍛え直してやろう。いつでも声をかけてくれ。ウォンリー様が戦線への参加を希望されています。配属先をご検討ください。ウォンリーが報告します。戦艦に乗るのかどうなんでしょうね。ちょっとパラメータはね気になりますけどね。後でウォンリーのパラメータ確認しましょう。はい、ウォンリーさんですけども士気8ありますね。まあ、ただ射撃0、これはいただけない上に耐久目0なので、なかなかウォンリーを、今すぐ戦線に投入しようっていう感じはしないですね。ネタプレイではいいかもしれないですね。なので、まあ今後、ウォンリーを使ったプレイっていうのもちょっと考えたいなと思います。なので、まあこのウォンリーが出てきたこの、時点のセーブデータは残しておきたいと思います。では、ネオジオンの部隊に攻撃を仕掛けていきましょう。アクシズに向かう部隊、ルナ2から発進する部隊と、まあ、大きく二手に分けて攻撃を開始していきます。では、サイド方に侵入しました。ここはペーネロペーのファミーユで敵のユニット数25と、非常に多くてですね、エウゴ軍は7しかいないんですけども、撃破して回りたいと思います。目標は2ターンぐらいですかね。2ターンぐらいかけて、しっかりペーネロペーで撃破して回りましょう。なので基本的には、まあ、ペーネロペーの攻撃、そしてペーネロペーに攻撃を集めさせる、こういう戦略になるかなと思います。必要に応じて増援まで送っていきたいと思います。では、サイド方に続いてアクシズにも攻め込みます。ここは、ニューガンダムのアムロですね。敵エリアに侵入しました。まあ、アクシズ戦の時、原作の中ではアムロはまだリガズイ乗りだったと思うんですけど、ここではすでにニューガンダムに乗ってるので、まあ、心強いこと、この上ないですね。では、舞台進めていきましょう。ここもアムロですね。まあ、強い強い。アムロのニューガンダムであれば、まあ、シャアが出てこなければ、完全に無双できる状態ですね。おまけに、フルアーマーダブルゼータの攻撃も使っていきます。このアクシズ戦も、原作と違って、エウーゴ、まあ、つまり連邦側の圧勝という形に持っていけそうです。では、アクシズ戦も完勝です。このまま、一気にネオジオンのシャアを叩いていきましょう。戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。報告します。ネオジオンはアクシズを地球に落とすため核パルスエンジンを補修しています。これは早々にアクシズを攻略したことで未然に防ぐことができましたね。みんなよくやってくれた。続いてソロモンに入ります。アムロはニューガンダムフィンファンネル装備を受領済みです。なので、よりアムロが強くなったと言えるかなと思います。まあ、ここも、まあ、特に戦略らしい戦略はなくですね、圧倒的な火力を持って進んでいきましょう。注意しなきゃいけない点がもしあるとすればですね、シャア、これがね、出てくるかどうかというところぐらいかなと思います。お、ブライトとアムロの会話ですね。ミライさんはどうしているんだ。ああ、
供たちと一緒に避難している。彼女なら何とかやってくれるだろう。そうだな、未来さんなら大丈夫だな。儀礼を見る限りここにもシャアはいなそうですね。では進んでいきます。シャアはいなそうだとお話したんですけども、ここにいました。ここにシャアがいます。まだシャアの位置遠いので警戒するような段階ではないと思うんですけど、シャアが近づいてきたらね、しっかり対応できるように準備だけはしておきたいと思います。アムロとシャア、なんだこの感覚は。ここでシャアを倒せれば大きいですけどね。まあ攻撃当たらないですね、なかなかね、やっぱりね、シャアには。まあアムロももうこの時点で相当強いんですけど、それでもほとんどダメージが通らないっていうのがこのシャアですね。格闘も全く入らない。しかも拠点に居座られるようなことがあるとさらに時間がかかりそうなので、拠点に居座られるようなことがないように、しっかり行動していきたいところですが、大丈夫だね。今多分ここに入りましたね。なのでここのレウルーラを落としましょう。このレウルーラさえ落とせればシャアの回復をまず一旦阻止することができるかなと思いますね。で、まあ最悪の場合に備えて戦艦は後方に待機させましょう。シャアは撤退かな、これは。ちょっと機影がなくなりましたね。いや、こっちにいる。ここにいたな。このシャアをじゃあ最後はペーネロペーの神湯でとどめを刺していきましょうか。本来だったらセイラさんなんかも加わってくれてるので、セイラさんなんかでねとどめを刺すというのもまたそれはそれで、まあ、おつなものがありそうだったんですが、まあ、残念ながらセイラさんは今、グラナダでニューガンダムを受領中なので、このアクシズ戦そしてソロモン戦には参加してません。ただスイートウォーター最終決戦にはねセイラさんも間に合ってもらいたいかなと思ってます。カミユとクワトロではなくシャアですね。まあさすがにカミユのペーネロペーであればサザビーだったら撃破できるかなと思います。これでシャアとサザビー撃墜です。ではこのままこのソロモンの敵を撃破して、アクシズ戦からソロモン、そしてスイートウォーター決戦へと向かっていきましょう。サイドワン制圧作戦発動です。これより我が軍はネオジオンの本拠地サイドワンに対する攻略作戦を発動する。諸君らの健闘に期待する。ではスイートウォーター最終決戦ですね。ウゴ56、ネオジオン39と、まあ、アクシズ、ソロモン、そしてサイドフォーと、ジオン軍と戦ってきた、まあ、その成果もあって、思ったより、このスイートウォーターにこもってる敵の戦力多くはなかったんですね。これであれば、思ったより早く攻略完了できるかなと思います。では、舞台進めていきましょう。まあ、アムロのニューガンダム、カミユのペーネロペー、さらには、ジュドーの、シーガンダムと、戦力は、揃ってると思います。なので、まあちょっとね、グリプス2の攻略戦ではありませんけども、4方向から、メールシュトローム作戦的に、敵を取り囲んでいきたいと思います。では本格的な戦闘状態に入りました。敵をなぎ倒していきましょう。
ダブルゼータの攻撃も使っていきます。あ、本来だったらね、攻撃は控えめにしてパイロットたちのレベリングをした方がいいと思うんですけども、もうこれは最終決戦なので、まあ、そういうことを考える必要もあまりないというのもありますので、まあ、砲撃をね、有効活用していきたいと思います。道元ウルフなんかもいますけど、誰も乗ってないのはちょっともったいないですよね。まあ、敵側の事情になりますが、ここはカミーユのベーネロペ強い。もう S まで行ってますね。ギュネイも撃破、全く問題ないです。そして柔道のクスイガンダム、憎しみが、そして砲撃、ここからね、砲撃を2個挟んでいきます。ダブルゼータ、砲撃を入れて、さらに十字砲火的に入れていきます。では最後はセイラさんがとどめを刺して、これでエウゴブレックス編攻略完了になります。最後エンディング見て終わりにしましょう。報告します、ネオジオンの本拠地を制圧しました。我々の勝利です。ん、長い戦いだったな。だが地球圏復興のための戦いは今始まったばかりだ。ブレックスフォーラー率いるエウーゴは戦いに勝利し、地球連邦政府にスペースノイドの権利を認めさせる。これによりエウーゴが主張し続けていたスペースコロニーの自治権拡大は大幅に認められることとなったのである。だが民間企業をスポンサーに持つエウーゴの存続は、企業間の利権争いという新たな火種を生み出す危険性をはらんでいた。これを悟り、ブレックスフォーラはエウーゴの解散を決断。地球連邦政府の腐敗と戦うため、政治家としての活動を開始する。それはティターンズとの戦いを上回る長く困難な戦いであった。だがかつてのティターンズのように武力によって連邦政府を立て直したとしても、地球圏に平和と安定をもたらすことはできないだろう。たとえ遠回りな方法だとしても、自らの人生をかけて人類を一歩でも前に進ませ、後に続く若者たちに志を伝えねばならない。人類が争いのない世界を手にするために。